テバランの MGL だと今だいぶ MGL スプールのにいる機種増えてきちゃったんですけども、はい、どこら辺でみんなあのクロナーク MGL とか各種出てますけどメタリウムとかどこら辺でみんなこれに選ぶっていう基準にしていけば、あ、まあ、例えば、まあ、一番はルアーの重量とかっていう、あ、 MGL スプールっていっても機種によって得意なのが違ってくる、ね、はい、違いますね。例えば、まあ、これだと30番っていう番手がついてますけど、はいはい、あの MGL スプールの中で一番あの軽量なルアーまで扱えるような感じになっていて、はい、であのメタ、クロナークってなるごとにだんだんちょっと重い方に得意な特性になっていくという、それも今30、あ、だから30番っていうのが、はい、表記であるのか、クロナークが150番で、はい、メタニウムは70番という糸巻き量なんですね、はい、ですので、まあ、それによってであったりとか、あとはアルデバランだと推奨だと最低何グラムぐらいから4、あ、まあそうですね、4グラム5グラムぐらいまでは全然あの快適に扱えると思いますね、はい、それ以下になってくると、おそらくもうあの BFS のモデルの方がいいかなと思いますね。弱弾使いで自分が一番得意なルアーのジャンルとか、はい、で、機種かスプールかバッテか変えてくる感じ、はい、まあ、まあやっぱりあのオカパリとかでも12ポンドとか14ポンドぐらいまでしか使わないよっていう方であれば、はい、このアルデバランぐらいの糸巻き量でも多分十分な量があるんで、それでも構わないと思いますけど、16ポンドを巻くときは結構あるとかになってくると、はい、ではもう少し糸巻き量がある方が、はいはい、あの1回切れてしまったら終わりではちょっと釣りにならないんで、はい、その辺であの糸巻き量を選んでいただいてるかなと思いますね。今年あっちのバンタムの方でローギア復活させてもらって、はい、例えばクロナーク MGL で、はい、今ギア比2つだったと思うんですけど、はい、あっちでローギアとか特に今のところ何にもないですかね、今のところは、はい、去年あれでローギアったら買うってところまで行って、でもまあレギュラーかハイかしかないから参ったなと思ったらこっち発表していただいたんで、もう村田さんのお店で予約したんですけど、はい、とか、じゃあ軽いのを快適に軽快に使いたい人はもうぜひもんで、ね、アルデバラン MGL、 ありがとうございます。コアソリッドボディ、これはコアソリッドボディじゃないです、ではないですね、ではもうまだあのバンタムから始まったばっかりで、はいはい、徐々に具合が良ければ各いろんなところにその技術特性っていうか、ね、まあ、でもこれはやっぱりこの軽快さが売りだから、そういうのもあるんですよね、まあ、これで出たからもうしばらくはこっちの感じで軽快な、まあまああのリールの特性によってまあ使い分けていくことになるかなと思います。だいぶ選べるようになったんでありがたいんですけど、なんかちょっと見失うと、あ、そうですね、まあ、お客さんによっては結構どのリールを使ったらいいかわからないっていう方もね、はい、おられたりするんで、いやいいな、でもありがとうございます。50と BFS の間っていう、はい、50と BFS の間っていう、そうですね、あの、まあまあ、メタニウムと BFS の間ぐらいの感じですかね、50よりも若干 BFS に寄ったというような感じで、今の BFS ってあのこれはいいかなと思った